今夜は特別に、はいはい、志保さんがフジテレビ初登場のシーンを振り返っていきたいと思うんですけどやだそのステージって覚えてらっしゃいますか？覚えてます。デビュー直後ぐらいですかね。そうですね、2007年の6月、うん、はいファクトリーというステージだったと思うんですけれども、はい、もう本当ライブハウスみたいな雰囲気でお客様たくさんいらっしゃって確か3曲披露していただいたんですけど、はい、その1曲目がハローハロー、うん、はい、デビュー曲ですね。はい、当時その放送では、はい、ハローハローは放送してないんですよ。あ、そうでしたね。もうほとんど、うん、私のことを知らないお客さんと思うので、うん、知ってもらいたいという気持ちがもう何よりも前に出てたと思います。で撮っちゃってありがとうございますあーやだやだ恥ずかしい改めて5年前のご自身っていうのはいかがですか？ですね、張り切ってるなって思ってでもなんか自分なんですけどついつい応援頑張れって応援しながらちょっと見てました、さっき。はい、スーパーフライの志保さんはこれまで僕らの音楽に9回出演、ヒットを記録した数々のオリジナル曲をはじめ名曲のカバーなど18曲もの楽曲を披露してきました。さらに年末の歌の祭典 FNS 歌謡祭にも2008年から出場しています。志保さんには僕らの音楽で18曲も楽曲を披露していただいてるんですけれども、これはここ4年間では僕らの音楽出演していただいたアーティストの方々の中で最多なんですよね。本当ですか？はい、おなんか意外ですね。どうですか、その中で一番反響が大きかった楽曲っていうのはどれですかね？その畑さんと一緒に歌わせてもらった楓っていう曲ですね。スピッツさんの、はい、スピッツさんの曲です。身近なお友達とかからもすごくリアクションいただきましたし、周りのスタッフの皆さんからも、うん、すごい良かった良かったって。その反響がすごくて、うん、2010年の FNS 歌謡祭でも、はい、楓を披露していただいたんですよね。ありがとうございます。もう私畑さんの声大好きなので、初めて楓っていう曲をリハーサルで歌った時のことも今も覚えてるんですけど、もう声が重なった時が本当に心地よくて、あの感覚は忘れられないんですけど、またもう一度歌わせてもらっていいのかなって。